って。スリーカメラこっちで、スリーカメラ、スリーカメラ。カメラマンこの間入ってください。カメラマンこっちね、カメラマンこっち。そしたらまた座ったら、カメラマンこっちで、カメラマンここ。カメラマンこの中で。はい、はい、はい、はい。ちゃんと入るまで始めないから、カメラマンの中。カメラマンの中、今から。はい、走って。どうぞ。来たの方、回って座ってください。カメラマンの中だ、中。また来たことない。さあ、お客様。カメラマンの中入って、中。約束でやりましょう。カメラマンは真ん中入ってくださいね。まもなく入ってください。カメラマンの下申し訳ないけど真ん中入ってくださいね。で、記者の人周り座りますか。じゃあマイク行こう。マイク行こう。はい、それではあの今日の国会での、ちょっと待ってください、ごめんなさい。はい、ちょっとごめんなさい。国会での今日の投票行動について行動した仲間たちの代表として東さんと鈴木さんがお話をします。じゃあ東さんからお願いします。基本的には小沢先生がどういう話したかということを言って、お疲れ様でございます。あの私の方から先ほどあの小沢一郎会長から、次のお話をいただいたことを皆さん方にご報告させていただきます。あの小沢一郎会長からはあの本日今結束した行動を示すことができた。でこの状況はあのテレビを通じて全国に伝わって、それぞれの多くの有権者に、見事に見えていたんじゃないか、国民の我々に対する支援が必ず増大していくと思うし、そのことを心から期待していると。で今後の動きについてはこれまで自分すなわち小沢一郎が先頭に立って民衆党を引っ張ってきた、そして政権交代を実現してきた、そしてまた民主党を再生することを必死になって考えてきた。その意味でベストの方法として本来の民主党に戻す、このために今日まで全力で努力してきた。で本日の採決によってこの状況が極めて難しい状況になってきていると思うけれども、まだあのいろいろなあの角度を模索しながらこの最善の道を追求していきたい。ただあのいつまでも宙ぶらりんの状況では、いられないので、今はとにかくこの採決を終えて、それぞれの有権者の皆さん方が大変ご心配もされているかもわからないあの全員が、選挙区に戻って、そして、本日の報道について、報告をすることが、極めて、重要だと、こういうお話でございました。以上であります。補足があれば、はい、まあ、補足というかあの小沢先生一言で言うと、あの民主党を作った自分が第一人者として、民主党の中できちんと最善の道を探るということを今もって追求するということを今日はおっしゃいました。ないか、あとじゃあもし質問があればやらなければ終わります。日本インターネット新聞社の田中隆作と申します。